ビルボードライブのホームページをご覧の皆様、アコースティックギタリストの押尾幸太郎です。初めましての方もおられると思いますが、ギター一本でインストロメンタルというジャンルをやっておりますけどもね、僕の大好きなこのビルボードライブでですね、コンサートが決まりました。まずはですね、6月13日、ビルボードライブ横浜、こちらであります。こちらは僕は初めてやるところでございます。今からちょっと楽しみにしてますけどもね、6月の20日21日はビルボードライブ大阪、そして、ビルボードライブの東京がですね、7月3日と7月4日でございます。まあ、なんと言いましてもやっぱり料理は本当に美味しくて、お客さんで見に行って、そのちょっと気持ちがリッチになれる、この感じが好きですね。だからまあちょっとお酒飲めるか、ちょっとお酒も飲んでいただいて、ゆっくりご飯食べて、ゆっくり音楽聴くっていう、そういう、こう大人の楽しみ方をできるのが、そのビルボードの楽しみ方かなと思います。なのでですね、ギター一本の音楽と、そして食事と、楽しんでいただけたらと思います。心よりお待ちしております。押尾幸太郎でした。